クリエイティブアワード関西事務局片山が報告させていただきます。クリエイティブアワード関西はつながりの力で関西圏の創造的な活動を可視化すべく実践者同士で評価しエールを送るプロジェクトです。第1回目の開催で、昨年度ノミネートされた町ライブラリーアット大阪府立大学さんを会場として、来月ですね12月20日に授賞式を行います。AAF でのネットワークを含む全国の実践者の方々によって審査を現在していただいております。そして、紹介をさせていただきます。ちょっと遅れましたが、クリエイティブな認知症支援団体キズナヤさん、そして社会を変えるアイデアを実践させる大阪ひらめき塾さん、食と食文化でつなげるコンテンツ親子で楽しむ食育ベチスタさん、伝統文化と現代アートの融合を図る国際写真フェス京都グラフさん、すいませんもう、はい、そして、その人自身の見えない思いを形に現在家はるさん、大阪に野菜とアートの種をまきたいハモニズムさん、そして、プロボノの認知度を高めるサービスグラントに関わる NPO の皆さん、団地という文化をアートにチーム 4.5 条さん、大阪的な理念を持ちオムニバス映画を制作鉄道さん、伝説の大和橘をブランディング奈良橘プロジェクト推進協議会さん、なんと個人経営で40年日本玩具博物館、の食にまつわる人歴史文化を発信樋口圭介デザイン事務所さん、で大阪の伝統工芸が集まったふんどしを世界にふんどし侍さん、みんなの地球をアートで素敵にする増山玲奈さん、南大阪の食をアピール南大阪料理人の会さん、以上15組です。アートはもちろんデザイン、ソーシャル、IT、食など、今年は多様なカテゴリーのエントリー、そしてノミネートとなり、関西の多様なクリエイティブな活動の可視化につながりました。で、今の時代にふさわしいと思えるこのバラバラ感、多彩さはこのプロジェクトで求めていたところで、クリエイティブとはアートとはという問いを時に人々を巻き込み、来年度以降も続けていくことが我々事務局のミッションです。皆様もぜひ審査員等で巻き込まれてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。